その Z 世代にとってスマホで書くのに抵抗感がなくて、え、こんな端末で書いてるのがアートなわけないじゃんって価値を押し付けられること自体がナンセンスで、ブレイクデイ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代アーティスト中美月、1997年兵庫県生まれ。デジタルネイティブの世代としてアートに新風を巻き起こす彼女の武器、それは iPhone や iPad などのデジタル機器。過去に入院経験があって半身麻痺になってしまって、その右手だけでも何か自分で残せたらいいなって思った時に iPad をもらって、自分にとって筆と紙に書くっていうのがスタートじゃなくて、その iPhone とか iPad に指で書くっていうことが私の表現のスタートだったんですよね。しかし彼女にとって当たり前だったその手法は、これまでのアートの常識を覆す異端とみなされる危険をはらむ。そんなのアートじゃないよとか、そんな軽いことしないでよみたいな、美術の正当教育みたいな立場から見ると、素直にこう認められるものではないかなっていうのは自分でも感じていて、でも私たちの世代ではすごく当たり前のことで、私たちその Z 世代のリアルだったり表現を代弁できるんじゃないかなって。全てをデジタルで完結させる、それこそが今を生きる若者たちの、そして自分のリアルを切り取る最高の手段。こうして彼女が描くのはジャズセッションの一瞬のきらめき。入院した時によくジャズを聴いてて、実際に生のジャズを聴いた時にすごい迫力で、すごいグルーヴ感で、生の音楽っていうのを切り取る際に、あ、ここだって思ったところを iPad で書き切ってしまう、その瞬間的なものを捉えてこそ生きてくるので、でそれが重要なんじゃないかなと思ってて、たとえ今のアート界で異端だとしても、この世代にしか生み出せないものがある。そんな信念を追い続ける中美月のこれからとは。 SNS もそうなんですけど、やっぱり個人のブランド、個人の業種増えてきたと思うんですよね。でその中でやっぱり iPad で書いて世界も巻き込めるようなこの状況をいかにこう活用して楽しくみんなとつながれるか、それを確立するためにどんどん活動していけたらいいなと思ってます。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家上田壮助のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。